こんばんは。ちょっとお久しぶりの投稿になったんですけど、ちょっとね、今ね、メインチャンネルの方で傘作ってるんですよ、日傘。それがもう8日ぐらいかかってて、この1週間もそれに没頭してたんで、その傘作りに。なので、こっちの動画全然撮れてなくて、多分こっちの動画全然更新されてない時は、メインチャンネルの何か、ものづくりでめっちゃ時間かかってると思ってってください。冷蔵庫がないんですけど、納豆とキムチの保存どうしてるんですかってよく聞かれるんですけど、納豆は1日ぐらいやったらキッチンに置いてても腐らないんですよ。んで今、最近あったかくなってきたんですけど、キッチンはそんなに暑くないんで今はまだ。今のところ3パック入りの納豆を買うじゃないですか。3つ。ほんなら、1日目は買ってきたその日は1パック食べるじゃないですか。で、次の日は2パック食べるんですよ。真冬は余裕で3日、3パックのを3日食べれたんですけど、今はね、ちょっと2日にしてます。で、2個パックのもあるんですけど、2パックのやつは128円ぐらいするんですよ。で、3パックのやつは89円とかで売ってるんで、それやったらそっち買った方がいいんで、で、1日に2つ食べる日が出てくるんですけど、納豆はね、2パックまでは食べて大丈夫なんですよ、1日。これ昨日買ったやつですけど、全然問題ないです。で、混ざりやすいんですよ、常温保存の方が。で、いい菌も増えるらしくて。そんな感じで、冷蔵保存をしないと危なそうなものは、最近ほとんど買ってないんで、卵も牛乳も買わなくなったんで、冷蔵庫なくなってから。だからどうしても食べたい時は、もう外食、外で食べるし、外で外食、週に1回ぐらいでね。で、家ではもう、常温保存できるもの、野菜とか、米とか、玄米。まあ、野菜、まあ、その日に食べるか、次の日までも、大丈夫なんで、そんな感じです。納豆の話だけになりましたけど、また撮ります、動画。ちょっとね、今メインチャンネルの傘作りが忙しいんで、また落ち着いたらまた動画撮ります、こっちの動画も。それでは、ここまで見てくれてありがとうございました。それでは、納豆食べます。終わります。